この地の最初の邸宅は1497年にオロモーツ司教となったスタニスラス・トゥルソによって建てられた。建物は後期ゴシック様式を基本にしつつ最新のルネサンス様式を一部に取り入れていた。30年戦争の間の1643年、城はスウェーデン軍によって略奪にあった。権力のあるリヒテンシュタイン家が宮殿を バロック様式に改装するよう建築家、フィリベルト・ルッケーゼに依頼してから、1664年までは、死教のものではなかった。ルッケーゼの仕事の注目すべき作品は、白正面の娯楽用庭園である。1666年のルッケーゼの死によって、公認の序盤にピエトロ・テンカラが、公式庭園として、ルッケーゼの作品を完成させ、天ンらが属していた。 鳥の葉を忍ばせる手法で宮殿を再建した。1752年3月の大火で宮殿がすっかり焼けてしまうと、二人のオーストリア皇室を抱え、芸術家、フランツ・アント・マウルベルト氏とヨーゼフ・スターンが宮殿ホールの装飾を自分たちの作品でするために到着した。彼らの絵画が加わり、宮殿は芸術コレクションを収蔵し、 国でも優れた絵画を収めた場所とされた。ティツヤーノの最後の神話から題材を得た作品、ザ・フレイング・オブ・マルシュアスが含まれている。収集品の大部分は1673年にケルンで死去をカレルが買い求めたものである。宮殿には顕著な音楽の業績と3万3000冊もの蔵書を持つ図書館がある。宮殿内のインテリアは広範囲で映画、 アマデウスにおいて、ウィーンのホーフブルク宮殿のシーンを撮影するのに使われた。この作品は、ボルフガング・モーツァルトの生涯を元としているが、彼自身がクロムニエジー氏を訪れたことはないが1960年に図書館で発見されている。観客席は、映画、不滅の恋、ベートーベンでのピアノコンチェルトのシーンに使用された。また、2014年放送のドラマ、 エカテリーナのロケ地としても使用された。1998年に宮殿の建物と庭園は花の庭園と合わせてクロムニエジーシュの庭園と城としてユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。